はい、デイ3ですね。やっとこねミッションマウント、今回の、本題に入りたいと思います。その前にね、サウンドボードここにあったやつね、もう取っちゃって、でこのエンジンシール、こっちの奥と外周全部ね交換しました。でね、サウンドボードはIDA でかいのでファンネルがこうぶつかるんですよね。で削っちゃってて、あっちの奥でなんか吸ったら嫌なんで、もうサウンドボードを撤去しました。ついでに軽くね、ざっと掃除して、でね、今回やるのが、ね、前の動画でも説明しましたけど、まずこいつを交換したい。で、これが柔らかいので、バスなんかにも使われてるのと同じ形の硬いやつを使う。でそれにはこのキャリアがね形が合わないから、これを、ちょっと見せたあのゴールドのジンクコートのやつに交換するっていう流れですね。でここがリア側2箇所で、フロント側はここの中に入ってるんですけど、ねミッションずらさないといけないんで、この IRS の、足を一回外して、であと車内側から、リアシートの下にアクセスホールがあって、そこからシフトロッドが外せるようになってるんで、そこ外して、で動くかなと思うんですけど、ちょっとやってみないと分かんないんで、やってみます。今クラッチケーブルを外しました。あそこの超ネジのやつね。でこれからCV ジョイント外します。でまあミッションエンジンね降りてないとやりにくいので、今回ここもね、やっちゃおうと思って、でこれを外して、でスターターの配線なんかちょっと外して、あとは、シフトのロッド抜けば動きますね、ミッションは。なのでCV をね取っちゃおうと思います。 CV 取るときはね、このこういうのあった方がいいです。なんて言うんだろう、名前これで、ここはねそういうなんていうの、そういうネジなんですよ。これでね取った方がいいと思います。今ね、ミッション側が外れましたよ。まあこのままでもミッション動かせるんですけど、なのでまあこっちも外してって感じかな。グリスがもうだいぶネトネト。なるほど、よくできてんな。しかしThank you.
よいしょ。できてる CV ジェント降りました。前乗ってたねフィアット600に比べるとアクセルの作りがめっちゃくちゃいい、すっごいいい、本当にさすがスーパービートルというだけあって、いやめちゃくちゃいいですよ本当ね。でちゃんとシャフトのこのね端っこにねちょっと見えないけど VW の刻印が入ってたりとかしてそそりますね。で今回ここまでやる気なかったんですけど、このブーツ注文したんで、このブーツはこのアクセルをばらさないと変えられないので、まあせっかくなんでこのねアクセルの、分解清掃作業もアップしようかなと思います。今日はこんな感じかな。いやーとりあえずねゴールデンウィーク中に、やれるだけ作業を進めて早いとこ復活したいですね。これを取り替えるだけなのにいやー頑張ろう。では